はい、ではこれから耳かきマッサージに日本でも行ったことないんですごい緊張します。さあ、レッツゴー。はい、全体図がこんな感じです。どうしよう、鏡があってこう、あ、これ電気つきます？あ、できない、できない、明るい、それ OKOK、 座り心地の方は、座り心地、座り心地の方は座り心地の方は、ふかふか、ふかふか、ふかふか、ちょっと待って、できます、あ、できます、ありがとう、助かる。明るい、来た、来た、さあ来た、よろしくお願いします。いや、いっぱい気持ちよくなってください。耳かきもね、半年してないですから、ね、じゃいっぱい溜まってるわけだ、いっぱい溜まってるわけだ、うん、なんかジョリジョリ、片耳15分ですよね。日本語どこで勉強したんですか？単品学校。単品学校。日本語学校で知らないです。あ、ここの近くにみんな日本語。もう私は日本語ちょっとだけ。ちょっとだけ。まあマニア的には俺の感想いらないらしいですよ。そんな。そうそう、いや、りょうちゃんと喋ってるから大丈夫だよ。顔で気持ちよさを表現しろっていうこと言われたんで。で、顔のアップが必要なわけだ。いらないです。始まったばっかりの今のお気持ちは？いや、もうなんかめっちゃ気持ちいい。どこが？耳が。コツはあるんですか？通じてないですね。通じてないですね。父さん、なんか耳かきのコツはあるんですか？諦めましょう。いや、でもあんまり見えない、見えてない。でも右耳は動画用 で左耳はマニア用でいこうか。マニア用、マニア用ってどんなやつ？左耳用でピアスが可能してぐちょ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 になった跡があるから、あー、グロいな。取れた、取れた、え、マジですげえ恥ずかしいわ。耳垢手に置くんだね。え、手に置いてるんよ。置いてる、今すげえ恥ずかしい。これはさすがに映ってるわ。いやいや、ちょっとこれが耳垢です。めっちゃ取れてる。これが耳垢です。やめてやめて。でも気持ちよさそう、うん、めっちゃ気持ちいい。お父さんの耳垢より、耳取りよりもすごい気持ちいい。気持ちいい。お父さんには痛かったの。お父さんにやってもらって子供の頃で。お母さんじゃない、お母さんに。お父さんが耳垢取り好きで、すげえ耳引っ張って全部ほじくんですよ。じゃあお父さんが1だったら10ぐらい。10、だからうちのお父さんもここでちょっと学んでほしいな。取れてる、結構取れてる、すごい量。え、すげえ嫌なんやけど。いや、やばいよ、マジで。ちょっと見たいな。ま
あ、半年分って考えれば、死ぬほど恥ずかしいわ。しかもなんかライトで照らしたんだ。ね、これ公開していいんかってね。18禁でしょうか。これ耳垢を映さない技術も難しいな。なんかこう、もっと清潔な動画にして。無理か。